はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。相変わらず狭い部屋でですね、狭くなってしまった部屋でですね、ベッドの上に腰掛けながら、下半身はパンツ一丁で、録画しております。水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。NHK ネット聴取反対デモ、6月11日日曜日、13時30分、春の小川コミュニティパーク集合。春の小川公園でいいのにね。長いわって、これ渋谷区の職員と区長が相談して決めたんだろうが、なんか漢字が嫌いなパヨ臭がします。パヨは子供もね、漢字二文字で書かないで、子供ってひらがなで三文字で書きたがる。どうしても。これなんでかって言いますと、なんとひらがなしかない国がありまして、ありまして、そこ見習ってるみたいなんですけど、歴史と詐欺。連勝と連敗、起源と祈願、船と腹、発狂と発行、代弁と代弁が同音同表記で読んでも書いても同じなんだって。そいつらどうやって生活してんだろうなんて思いますけれども、まあまあそういうとこ見習ってですね、何でもかんでもひらがなに従り横文字に従るっていうのがパヨ臭がきついなーって思います。 NHK はありまし被害者様取材差しください。靴沢良治アットマーク gmail または0702677-8910事務局まで。あと変な封筒入ってた NHK 柄なんてご相談もこちらの電話番号で受け付けております。メール当院様限定懇親会ご応募お待ちしております。6月2日厚労省が去年の出生率を 1.26 と発表。ちなみにですね、2.08 ないと人口維持できないとされております。2人がかりで 2.08 人を産まないとですね、まあ8% ぐらいは何繁殖できないであるとか、まあいう LGBT もそうですけれども、LGBT はね、まあ繁殖はできますけれどもね。私偽装結婚して子供もいる、ご夫婦知ってます。つまりゲイとレズが偽装結婚されて子供も作って家族やってるっちゅう、とこ知ってます。新生児77万747人、惜しかったね。これ777人だったら7が5揃ってたんですけど、過去最低。死亡者数、去年の死亡者数156万8961人、ほぼ157万人過去最多。差し引き79万8214人、減少、人口減少、過去最多。80万人、約80万人人口減りました。これが分かってて、厚労省からこうですよ去年のデータって言われてて、異次元少子化対策って騒いでたのかな。何でも何でもすごいな、一般判断です。そして無意味な少子化対策、公金集中開始、増税して少子化対策します。白痴なのかな。高齢者を養うために子供増やそうって意図が丸見えだから反感持たれる。かといって安楽死を言い出すと叩かれるしな。無職の息子を官邸に住まわすような国だから。人口81万人の山梨県が毎年消滅するようなもん。増税すれば減るに決まってんだろ。増税して女性が輝く社会をとか一生懸命やって専業主婦撲滅政策やってんだから当然ですね。少子化は自己負担率 47%、 47.5% 聞いて、将来に希望を持って結婚して子供作ろうって若者が思うかっていう話ですよ。そんなわけねえだろ。47.5%、税負担がありますよ。ご公ご民じゃねえ。希望も何もなくなっちゃいますよ。全部目先しか見えないですね。凝りこぶった官僚とですね、それにたやすく騙されるバカ議員の政治の失敗のせいであります。官僚、議員騙すの簡単。目新しい横文字並べて、煙に巻けば OK。イシュー、アジェンダ、最近ではダイバーシティだの、SDGs とかかね。失敗の始まりは1972年、男女雇用機会均等法、成立。これで男女平等貴族っていうのが誕生比して増えてます。男女共同参画事業っていうのに、たがってですね、チューチューする男女平等貴族と私が名前つけましたけれども、
現在の男女共同参画事業規模は10兆円、男と同じように働けって言われて嬉しい女性いるがって話ですよね。これ全部いらないでしょ、この10兆円の事業、男女共同参画事業10兆円いらないっしょ、全然いらないっしょ。女性喜ぶがって男並みに働け、清掃の仕事とかゴミ運搬とか土方とか鉄筋工もやれみて、なんか知んねえけど企業の経営者とか議員とかなんか華やかで、待遇がいい仕事女性増やすとか言ってるけど、ゴミ収集車の女性職員増やすとは言わないんだよね、フェミはね。削ってその分減税しろって話だよね。出生数過去最低を記録ってことはこういうことですよ。今やってる少子化対策が全く効果がないっていう証明でしょ。効果ねえだろ。去年の出生数過去最低なんだから、全然無駄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 でしょ。なんなら試しにですね、全部全部全部やめて少子化対策ね。その分減税しろ。死亡者数156万8960人で過去最多。だいたい毎年140万人ぐらいかなっていう記憶があるんで、思ってたより増加が急激ですね。死亡者増加が急激。今後増える一方で毎年200万人ぐらい、死亡するって言われてるようであります。高齢者がメイン顧客のテレビ新聞はどんどん視聴者かっこ信者が減ってきますね。私生きてる間に朝日新聞毎日新聞の倒産が見れそうだな。毎年毎年山梨県が消滅。これいつかはですね、地方創生とか地方のことは地方でっていうのを諦める時が来るんじゃなかろうか。中央の税金投じてですね、限界自治体の延命に反感を持つ、都市部の声を無視できなくなるんじゃなかろうか。現在だってですね、地方交付金なければ存続できないつゾンビ自治体も多数あんだし、地方交付金があっても破綻した夕張市みたいなとこもあるわけですしね。政府骨太方針の概要が判明。6月2日、長期間勤めるほど有利だった退職金の税優遇をやめるわ、転職促進のためだ、逆らうなということらしいです。ということは長年勤めて、た退職金はそのもらった時にごっそり引かれる内容に優遇されていたみたいなんですけれどもね。一般判断です。こじつけがひどい。転職推進じゃなくて増税だろ。大変だ、今すぐ転職しなくちゃ。去年退職した俺、高みの見物、異次元の増税。増税で転職を推進するとこが自民だし、増税するならどっか減税してバランス取れよ。勤労意欲、納税意欲減退、格差を是正したいなら増税じゃなくて減税だろうが。365日24時間増税することを考えている財務省と、こいつらの理想がですね、 100% 納税 100% 配分である、つまり国民を奴隷に扱う。庶民が好き勝手消費するよりも自分らが全部仕切った方がより良い社会になるって本気で考えてまして、増税すればですね、景気が冷えて税収総額が下がるっていうことは分かりきってるんだが、減税すれば好景気、金の回りが早くなって、税収総額が増えるって分かりきっているんだが、率にこだわるのはそのためであります。税金をいっぱいもらいたいんじゃない、率を上げて自分らの支配率を上げたい。バカで有名な菅直人がね、総理だった時に東日本大震災がありまして、景気が冷え込みました。その時期にですね、不景気なので増税って言ったんですよ、菅直人が。財務省に吹き込まれたことを、そのまんま喋ってますますバカを晒してたんですけれども、でこの時に私は財務省の考えが分かりました。全部取り上げて全部配給にする、北朝鮮みたいな国家を自民らが仕切ることを目指してやがんだな。つまり首脳部がですね、全部考えるからそれ以外は何も考えなくていいし、その方が幸せだっていうですね、主体思想、北朝鮮の主体思想、チェチェ思想って言うらしいんですけど、財務省は主体思想、すべてを取り上げてすべてを配分する、それを仕切る絶大な権力を得たい、目指してるって拡散宣伝してください。これなるほどって腑に落ちる方も多いはずですよ。
鳩山幸男、母ちゃんから毎年1500万円のお小遣いもらってたが、贈与税、脱税となるところを財務省が見逃して以来、犬になりました。財務省の犬になりました。菅直人、北朝鮮関連団体への資金を流してたマネロンを見逃してもらって以来、犬になりました。財務省の。野田佳彦、落選中ですね、船橋市のみんなから生活費を毎月50万円もらってた。イコール外国人政治献金禁止を見逃してもらって犬になりました。安倍総理、バカ息子もバカ娘もおらずつけ込む隙がなかった。岸田文雄、バカ息子とバカ息子に甘い母親が弱点。あと妹の夫が元財務官僚で長年かけて洗脳されている可能性あり、庶民に自由にさせるよりも我々が賢く適切に使った方が国家のためという恐れありますね。また一人財務省に洗脳されたんだが、弱みを握られたんだが、バカ議員出現。稲田朋美元防衛大臣、少子化対策財源のために増税しないと宣言してしまうことに反対と、一般判断。この女最低。あんた立憲が共産行ったら選挙のためにばらまきたいんだ。 LGBT じゃなくて増税もかよ。この人やけになってないか。税収過去最高だろうが増税いらないだろ。回収増やして金配りって何がしたいんだよ。そんなだったら最初から回収すんなって話でね。異次元の少子化対策は教科書に載るレベルの愚策。お前ら増税しかしてねえだろ。森林税やらなんやらこそこそ増え続けてる。財務省の機嫌損ねと総理になれないからな。まだ総理目指してんのこの人。無理でしょ。もう無理。増税すればするほど未婚率が増えるっていい加減分かれよ。この人安倍総理亡くなってからおかしくなりましたね。取り巻きがおかしいんだが、もともとそういう人だったのが、財務省に弱み握られてんだが洗脳されたんだが、島根県知事も言ってましたよね。税負担が増えれば子供が減るって政府はいい加減分かれよな。都知事選に出るつもりですけれども、私消費税分還元しますを掲げます。都の企業の領収書、まあお店とかねを区役所市役所に持ってきてくれて提出してくれたら原本を提出、これ詐欺防止にね、コピーはダメ、10% の現金あげちゃう。はじめは都民に限定しますけれども、近隣の県民がですね、都のお店から購入した領収書を都民に売ってもいいぞ、メルカリとかで。つまりですね、埼玉県民が都の店から車を、まあ200万で買うと、220万払うと。で、220万の領収書、をですね、都のですね、都民にですね、10万円で売ると。で、それを都民が役所に持っていくと、20万円もらえて、10万円のお得と。まあそれでもいいぞって感じなんですけども、車だの家だの大物は全国民がですね都の企業から買うようになるでしょうね。法人税増収、あと自営業お店とかの売上増税でですね、還付総額、10% 現金あげちゃうっていう分を上回ると思うんだ私は。最初の1年だけ、ちょっとなんとかすればね。あと自治体にですね、徴収と使い道が任せられている自動車税ね、5万円とかでしたっけ、これもなしにしちゃう。都民は自動車税なしにしちゃう。近隣の消費が衰えてですね、埼玉県民も千葉県民も全部東京に買い物に行くになってですね、文句言ってきたら、うるせえなお前らもやりゃいいじゃんって答えますよ。これ全国に波及したら財務省激怒でしょ。で、私暗殺されそうだな財務省になって思っておりますけれども、今から言っておきます。私の目玉の、公約は 10% 還元、都民だけ消費税なし政策。6月1日共産党と関係が深いコラボが記者会見、公金申請を断念しました。今後は寄付金などで、活動継続します。正義は勝つという、パヨまた負けたんか、また勝ってしまった。あんなに頑張って暇すらを叩いていたのに一日中暇すらすで立つせやな。好き勝手やりたいなら貢献に頼んだ。貢献中中というワードを定着させた功績。でも共産党はコラボの味方だから、シーカゾーによればコラボ批判は全女性への差別になるらしい。党の新しい枠組みでは安心な支援につながらないので、公金申請を
断念、どこがどうつながらないのか説明なし、質問した記者もなし、なんやかんや言ってますけれども、自分の身が可愛い党派とですね、と福祉保健局に切り捨てられて、申請しても通らんって言われたんでしょうね。で、精神的勝利のために自ら決めたみたいなこと、負けたとか失敗したとか言うと死んじゃう病気みたいなんでね、あと謝ると死んじゃう病気、何にしてもですね、コラボは抗菌チューチューできなくなった大勝利であります。あとは赤い羽募金の金の流れも、監視ですね。コラボを支援するそういう団体ないかどうかちょっと監視ですね。雑談枠になります。今日の大ニュースはこれぐらい、もう若くないんだと自覚したこと、一般反応、夜更かしすると翌日知る、揚げ物で胸焼け、ゲームが面白くない、尿意がガチで我慢できない、膝を痛めて二度と治らない、若いほど副反応が強いと言われたコロナワクチンで何ともなかったすぐ太る、何も食べていないのに、食ってんだよ、何も食べてないって言う人ほど食ってんだから、電車内でスマホを眺めなくなった、ペペランチーノで胃もたれ、カルビやめてハラミばっかり食うようになった、腕が上がらない、面接する側になった、焼肉、キッズ、横綱が年下に、思い出が20年前、ここ数年同じことの繰り返しでガチで記憶がない、部下の名前が覚えられない、500のコウムラを飲みきれない、腰をかばっていたら膝が痛こういう調査もありました。40代と50代のおっさんに聞きました。昔より食べられなくなったものは、1位天ぷら、2位とんかつ、3位焼肉、胃腸が衰えたと感じるか、感じる 54.7%。 じゃあ 45% は胃腸が衰え、胃腸の衰え感じねえのか、すごいな。一般判断です。安い天ぴらが適面に効く、チャーハンを完食できない、コロッケ、メンチカツがダメ、ガッツリ食うと胸焼けで半日後悔、ラーメン大盛り食ってるおっさんが羨ましい、ファミチキがダメになった、ラーメンのチャーシューは1枚でいい、チャーシュー1枚でいいっすね、私もこれには賛成です。なんならなしでもいい。30まではラーメン、チャーハン、餃子セットもいけてましたけれども、今はラーメンと餃子3個が最大能力ですね、私の。30過ぎて、胃弱を自覚しております。回転寿司でですね、大トロ8個食って帰宅後嘔吐した経験があります。あまりの油で。今も胃腸薬は手放せません、私。スーパーの惣菜の天ぷらをレンチンして温め直しは厳禁ですね。これ、てきめんきます。懲りてスーパーの天ぷら買わなくなりました。食堂で同じぐらいの年で大盛りチャーハンとか頼んでるおっさんがすごくすごく羨ましいであります、私はね。警視庁の前で撮った写真で、痩せてますねなんて返信、ありましたけれども、食えないんですよ。なんだが。胃腸弱くて参っちゃうなーという感じで、というわけで6月11日の NHK ネット聴取反対でも、割増金被害者さん連絡ください。メール当院さん限定懇親会ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。